JA 福島さくら旬の庭久留米店。店内には白菜や小松菜、ほうれん草など朝収穫されたばかりの野菜が並び、午前10時の開店とともに多くの人が訪れています。種類多いですよね。本当ですね、新鮮で安い。あとはいろんなのがあるから、直にあの農家の方ともお話できるし、いろいろ聞くことができて。ところで土井さん、はい、こちらの野菜何でしょうか。さつまいも。はい、違います。こちら赤い大根なんですよ。いや、そうなんだ。はい、紅大根などの名前で売られていて、皮が薄くて柔らかいため酢漬けやサラダにおすすめなんだということです。なかなか見ないですね、元気なお野菜を手に取ってもらって、はい、元気になってほしい、コロナに負けないように。店内にはこのほか蜜をたっぷり含んだリンゴの三富士も並び、訪れた人が買い求めていました。